にちは、徳島ヴォルキス勝利への道です。この動画を見れば、今節の徳島ヴォルキスの試合内容がわかります。最後まで見てください。徳島ヴォルキスは1対2で5試合ぶりに敗れました。攻撃のバリエーションに課題が残る試合となりましたが、チアゴ選手が PK で移籍後初ゴールを決めました。ゴールシーンは概要欄のショート動画でご覧ください。それでは、徳島ヴォルキスとロアッソ熊本の対戦を解説します。この試合は西野選手の復帰戦でした。前半は徳島が攻勢に出ましたが、徐々に熊本がボールを支配し、ハイプレスで徳島を自陣に押し込みました。熊本の大崎選手の斜めの動きからサイドへの抜け出しに徳島は苦戦し、不用意なファールから熊本の上村選手にフリーキックを決められて0対1となりました。徳島の増田監督はヒョン選手に代えて長木選手を投入し、流れを変えようとしました。前半終了間際には徳島がボールを持つ時間帯もありましたが、0対1で前半を終えました。後半、徳島は攻撃時のシステムを3-4-1-2に変更し、杉森選手をトップした柿谷選手とチアゴ選手を2トップに配置しました。この変更で3人の距離が近くなり、ボールが収まるようになり、熊本のハイプレスを回避できるようになりました。西野選手が抜け出し、熊本のファールを誘い、PK を獲得。これをチアゴ選手が決め、48分に1対1としました。チアゴ選手は徳島に移籍後初ゴールです。その後、試合は五分五分の展開となりましたが、74分に徳島は左サイドを崩され、熊本の大崎選手にゴールを決められ1対2となりました。徳島は選手交代を行い、システムを4-4-2に変更しました。サイドで数的優位を作り、クロスからチャンスを作りましたが、ゴールは決まらず1対2で敗戦となりました。まとめです。この試合で徳島は3-4-3から3-4-1-2へ最終的に4-4-2と柔軟にシステムを変更しました。課題としては前半の熊本のハイプレスに苦しんだ点が挙げられます。前半のうちに改善できていれば結果は異なっていたかもしれません。また攻撃のバリエーションにも課題が残りました。しかし、最後までゴールの可能性を感じさせる内容でした。この敗戦を悲観せず、次節につなげてほしいです。皆さんはどう思いましたか？コメントに書き込んでください。高評価、チャンネル登録をお願いします。コメントも書いてもらえると嬉しいです。それでは、次の動画でお会いしましょう。